受講相談から分かってきた今年の試験伸び悩んだ人の特徴傾向動画の視聴ありがとうございます私レックス専任講師根本障子と申します、えー、ここでは私、えー、現在いろんな相談だいたい7十人程度受けているんですがそれをちょっと受けながら分かったことが、うん、ありましたのでちょっと報告がてら今動画を作っております現在7月20日時点でまあ7十人程度相談をしてきました で、主要科目でなかなか伸び悩んだと、といった方、いろいろ話を聞いていくと、なんか共通項がありそうだなと、いうことが分かりましたので、ちょっとそれをね、まあ私の主観で、になります。客観的なデータではなく私の主観ではありますが、ちょっとそれを皆さんにちょっとこうお見せして、皆さん今後の学習に関してもらいたいと,と思っています。じゃ具体的に見てみましょうか。まず具体的には民法です。 えー、基準点に行くには、大体、レックの基準、えっ、ー、と、平均点、レックの平均点程度、取っとかないと結構厳しいです。で、今回、民法が2問、ほとんど取れません。2問取れないので、実質、民法の点数って、総問数で18問なんですよ。で、18問中、15は欲しいとこなんです。で、今回の民法の特徴は何かっていうと、 事例問題がほぼ、ほとんどないという点になります。普段の演習どうやってます事例見て、その時の使う規範、ルール、条文を思い出して、丸抜ってやってますこうなってない例えば刑法なんだけど、金属バットって見たら、正当防衛じゃないっていうふうに。 事例を見て、規範を思い出して、丸抜をつけている方、今回は、この規範を直接聞いてきている問題が多いんです。っなると、事例、規範、丸抜ってやっている方は、この規範のところから戻って、丸抜っていけるからいいんです。ですが、事例、丸抜と覚えている方は、この規範度がスポッと抜けるので、解けない。という問題が、ちょこちょこ出ちゃうんですね。 ででもこれは普段のの演習の仕方によると思うんです、まあ、ただね,あのね、この下になっている方が上に、ね、移行するってそう簡単にできません。下になった方は、ちょっとね、学習の方向、ちょっとしばらく、演習をしないっていうのはどうでしょう。演習をしないで、ちゃんと読み込み、規範のところをちゃんと見ていくという作業はどうでしょう。 演習をすると、どうしてもそれで事例ごと丸抜を覚えてしまう。なかなかそれって直せない。だったら、一旦、演習から遠ざかるのはどうでしょうか。で,では次、会社法商法です。会社法商法、全部で会社法商法は9問ですが、平均が7問なんですね。で特徴としては、 過去問解けるものが多い。で、密室知識もあるんですが、絶対学ぶはずの土台知識で解けるものが多いんですよ。出てはいないけど、ちゃんと読み込み等をしてるんであれば、あこれは普通に出てくる知識だよね。っていうところから、普通に解ける問題だったんですね。傾向としてはあの、むしろ1年目の方の方が点ちょっと高めかなって感じもするんです。 2年目、3年目の方で、ちょっと本当になんか問題重視でやっていた方があのあ、7問ぴったしでしたとか、いや、5問でしたとか、いうのをちょこちょこ聞いたりします。ってなると、ちょっとこの勉強の仕方自体、ちょっとアウトプット、アウトプットのみやっているというのは、ちょっと危険だったのかもしれません。次、不動産登記。 こちらの方では全部で16問中10問は欲しいところです。過去問知識で正解までいく。もしくは2択まで絞れる。そういう問題が14あります。で、特徴は長文が多く、引っ掛けがやたら多い。これで失点した方。 不当法を弱点科目と思わないでください。今回は向こうはもう引っ掛けに来ているというのは間違いありません。そして毎年不動産等を着て傾向がガラッと変わってきます。去年の傾向、その翌年に使えることってほとんどないんです。なんで、引っ掛けに注意するとか、不当法の弱点だと、そのようには思わないでください。次、商業登機。 こちらの方は全部で8問。で、そのうち28、29、33、これはなかなか取るのが厳しい問題。特に、特に問題と28の設立などは、ちょっとまあ、これは相当、正答率は低かったです。なんで、まず防いでほしいのは、その下の、これ以外のエラーがあったかどうかです。時間がない。そして問題文も長い。となると、 ミスってしまうのは起きて、えー、起きる可能性はあります。一方、この28、29、33のあたりは、過去問や当連知識、その部分について、この部分を周辺まで見ていたかと、設立調査は誰ができたかという話を、えー、出てきたときに、設立時、えー えええっと、弁護士の調査、弁護士の調査が誰ができて誰ができないか、設立地、募集株式発行時、使い分けて覚えていたかとか、そんな感じです。はい、以上が今年の試験、伸み悩んだ方へのね、ちょっとしたアドバイスというところになります。で、ここから先については、ちょっと今年結構得点取れたという方。 その方にちょっと、ね、お伝えしたいことがありますで。ここなんですが、先ほど画面に出した通りあり、今もう期日待ちだと、期日の結果待ちだという方はね、あのちょっともうここで一旦動画を閉じてもらって、あのブラウズバックあ、もしくはもう動画をパチッと消しちゃって、ここから先は聞かないでください。ここから先に関しては、ちょっと、ね、高得点は行ったんだけど、もう期日はどうしてもダメダメで、もう来年の試験が決まってると、来年の試験が決まってるという方だけ、もうこちら見てください。 今年は、実はそもそも高得点が目指しやすかった年だったんです。理由がいろいろありますが、えー、いろんな人の相談を聞いてると、二つの傾向が出てきます。一、普段当連模もし、本当取れないんだけど、今年だけ、この本試験だけパンと上がったという方、例年より多く見ます。また二、今年の問題点 集中力や引っかけが多いんですよ。なので、集中力が切れちゃったとかね、引っかけでやられちゃったとか、あとでね、解き直してみたら、え、普通に30乗ったんだけど俺、俺と。そういう話も例年より多く聞く、そういう年だったんです。じゃなんでね、あの今年ってまあ点数高い方が目指せた年なのかと。 ちょっと言いますと、いろんな理由があります。あの、御前科目だけで言うと、もう難しい足が正解に絡まない。民法だけで言えば、新規の判例がほとんどない。会社法、もう過去問から多いし、新規足がほとんどなく。で、もう平均でも一番高い。で、刑法もちょっと難しいは難しいんですが、もうある意味最後ね、一般常識で切れるんですよ。多分こいつはダメだろうみたいな感じで。 法律ではなく、なんか、一般常識。一方、午後。えっと、全般的に言うと、過去問間の出題が過去最高レベル。新規論点が過去最低レベル。民ソ大体ね、あの、過去問やってても、5問中3問しかいかないのが通常るのが、こ回5、ね、問中で下手すれば、5問いけなくないんですよ。密室がないんです。 また、マイナーに関しては、通ろうと思えば全部いけ、なかない問題なんですね。で、一番でかいのは不当法です。総論の論点が少ない。仮登記、相続登記、もう出た瞬間やだなと、というのがない。また、過去問知識。そういったね、難しい論点、総論がない状態での過去問で14問近く。 二択まで行けちゃうと。こういった要素があったため今年の試験というのは高得点が目指しやすい年だったんですなのでこちら知識がありながら落とした方というのは集中力や引っかけでやられていることが多いまたえこちら新規論点等が少ないため普段、成績 そこまで高くないという方が、本試験ポンと上がれたという年だったんです。問題はです。来年も同じ傾向かどうかは分からないってことなんです。まあ正直、この今年の民法だけの問題で言うと、相当手抜き感が強いんですよ。あの、条文コピーして貼る、条文コピーして貼る。で、あまりにも簡単だから最後だけね、ちょっと難しい問題にするとか。もう去年と全く同じ問題だったとかね。ちょっと手抜き感も少し見受けられるので、同じように問題が出てくる。 のかどうか分かりません。あのご相談受けていて、やっぱりいろいろ話を聞きます。こ、まあ、今年点が高かった、も技術はも完全に出られたから、もう来年決まってると。で、どういう方向でいくとって話を聞いたときに、まあ、大体い今年と同じぐらいにしかことでいきますよとか、アウトプットメインでいきますよとか、こ、まあ、今年新しい分野がなかったから、もう積極的に新しい分野やりませんと。 とかね、まあ最後ね、先生、あのー、今年仮登記なかったんで、もう仮登記出ないって思っていいっすか俺も仮登記嫌いなんで、もう仮登記やりたくないんですよ。っていう相談もありますが、あのね、さすがにこれはダメだって分かるよね。ここはね。じゃあ、それ以外1、2、3ってどうかっていうと、これはね、受験生によって違うと思う。 例えば、受験回数が4回、5回いってるんであれば、その新しい分野に手を出さないとか、それとかね、今まで点数が高いという方が、もうちょっと、今年同じことやりますよと、ずっとね、点数高かったんで同じこといけると思います。って言ったら、ああ、それがいいと思うよと、って私も言います。ただ、これって、同じことやっていて、来年も同じ点数が取れる方もいれば、いやいや、ちゃんと、 自力を上げなきゃいけないよっていうタイプの方もいらっしゃると思うんですこの動画で一番言いたいことがありますそれは何かと言いますと個別相談お待ちしていますあの人によって置かれている状況年数点数そして勉強時間箇所分時間は全く違いますいろんな受講生を見てます いろんな合格パターンを見てます。相談等をしていただければ、その方にあったね、まあ、こういう勉強法がいいんじゃない去年のテキストってこうやったらいいんじゃないとか、そういったご相談できると思います。私の方が、レックイキブク袋本校で電話、もしくは来校のスこベ相談やってます。まだまだ空きがあると聞いています。7月、8月空きがあると聞いています。もしよければ、一度レック池袋本校にお問い合わせください。 こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。